こんにちは、トミミリのトミです。よろしくお願いします。ということで、ダイエット7キロ成功しました。まだ早いか。7キロ減りました。成功まではまだ程遠いんですけども、開始から7キロ体重が減りました。ということで、まだ成功してないにもかかわらず、ダイエットレシピをひけらかしていこうかなと思います。この動画を公開するときに、体重もう一回測って、その時の体重でタイトル決めようかなっていうね、下水考え方で生きております。僕のことをね、何年も見てる視聴者の方はわかると思うんですけども、僕は食いしん坊です。空腹にあんまり我慢できなかったり、こう誘惑に負けて食べてしまう。だからね、プーさんみたいなね感じになってしまうんですけども、そんな僕でも食べるものは選んだけど、まあ、空腹にならずに、まあ、満腹感をしっかり覚えながら、こう栄養的にもしっかりとって、7キロ8キロ痩せたダイエット中の食事っていうのをね、皆さんにねこうお伝えできたらなと思います。まあやっぱダイエットのその定番で言ったら、なんだろう、サラダチキン、鶏胸肉ばかり食べようみたいな、無理です。まあ最初はいいんですけど、まあ飽きちゃったり、まあ冷たいのコンビニで買ってきて食べるのなんかもうってなっちゃうので、まあ、4種類ぐらいね、肉料理をね、今日ちょっと見せようかなと思うんですけども、専門家ではないので、間違った情報や美味しくないと思われる方もいるような料理を紹介する可能性があります。その場合は専門家のチャンネルを見てください。はい。僕がね、そのダイエットの中で食事をするにおいて、その大切にしてたのは、やっぱこう、脳を騙すというか、食べなければいいんだけど、うん、まあ、それができてたら、もう僕は小学校の頃から痩せてたよっていうね、その、痩せてる方がモテるっていうことに気づいたあの日の夏からもう痩せてたはずなのに、太っていたということは、食べなきゃいいができないわけです。満腹になりながら、まあ、痩せるような料理をね、一生懸命考えて、まだ全然痩せてないですけど、まあ、いい方向に向かいつつあるんで、まあ、自分のモチベーションのためにも、今日はね、料理を皆さんに紹介できたらなと思います。4つ作るんですけど、まず1つ目、野源軟骨のトマト煮込み。2つ目、砂肝の野菜炒め。令和2年に野菜炒めを紹介する料理チャンネル。3つ目、肉団子の入った和風の鍋で、4つ目、ロールキャベツ。はい、そこをね今日ね、やっていこうと思います。一応ね、テンポいい動画にしたいんで、詳しい分量とかね概要欄に書いておくので、そちらを見ていただければと思います。まずは、野源軟骨のトマト煮を作っていこうかなと思います。これはね、本当に僕の中では大発見。野源軟骨ってね、これ、焼き鳥とかにさ、よく使われてる軟骨と軟骨の周りの肉みたいな感じなんですけども、これをね、ちょっとスーパーで見た時に、これカロリー低そうだなと思って調べたら、100g で54キロカロリーぐらいしかないんですよ。これ胸肉よりも実は少なくて、これね、食感があるからね、僕は、胸肉よりも好きです。まあなんか、部位で言うと胸肉がすごい近いところらしいんですけど、うん、まあそういうの、知らん方がいいから。知らん方が美味しく食べれるか。キノコとかと一緒にトマトで煮込んでいこうかなと思います。いや、マジ簡単だから、ちょっと見てってほしいわ、本当に。はい、こちら、野源軟骨。ね、130g ぐらいなんですけど、周りにね、油がついてるから、そこはカットした方がいいです、絶対。この状態だったら、めっちゃカロリー低いです。これを炒めていきます。油しかない。ねえ。野源軟骨とかさ、外食でしか食べなくない？実質外食だよね。火通ってきたよっつったらね、しめじとエリンギ50-50ぐらい、バチコーン、バチコン状態じゃん。ちょっと焦げだけ気をつけてほしい。こうちょっとキノコからうまみとか、こうちょっとつゆっぽいの出てきたよっつって、火通りましたっていう申請が来たら、完熟カットトマト、いやー、全部入れで、こう混ぜる。うわ、もうトマトのいい香りするわ。これちょっとみんな知らないと思うんですけど、ブクブクって言ってきたら、沸騰してます。ズッキーニ入れます。で、ちょっとね、マジでみんな聞いて、ズッキーニちょっと高くなりだしてるから、もう早めにこの料理した方がいいよ。で、本当に引いた。うん、ズッキーニって夏だけなん、安いの。これ料理のね、専門的な人からしたらね、その、いや、そこは中火でしょ、弱火でしょとかあると思うんですけども、まあそんなね、こう料理に時間かけられない人もいっぱいいると思うんですよ。ね、家事もあれば仕事もあるし、育児もある人もいると思うし、まあ僕とかね、仕事しかないんですけども、まあやっぱさ、時間かけられないじゃないですか。なんで、もう強火でいいです。はい、もう強火でいいと僕は思っています。はい。強火タンです。ズッキーニの強火タンです。同タン拒否。塩コショウ。でね、ちょっと味整えましょう。シャカ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 、完成でーす。野源軟骨のトマト煮込み、ズッキーニと、キノコも中に入れて完成でーす。こちらのカロリー167カロリーです。マジでこれ結構食うの大変ぐらいの量です。ちょっと食べてみますね。いや、うまおしゃれ。ね、僕が食べてるからおしゃれに見えないかもしれないですけど、
これめっちゃ美味しいです。ちょっと子供には向いてないかもしれないですけど、まあ僕のねチャンネル20歳以下 2% しか見てないんで、まあ多分みんなの舌にはすごい合うんじゃないかなと思います。でトマトがちょっと苦手な人は別にそのこれトマトで煮込む必要もないので、まあ和風だしとかコンソメで煮込んでも別に全然食べれます。アイキャッチの時に考えたんですけど、これうますぎ。トマト煮なんですけど、おすすめはちっちゃいカップで食べる。その何回もおかわりしてるよ、ダイエット中なのにもう7回ぐらいおかわりしてるよっていう、その何回も食べてる感、幸せです。ということで次はね、砂肝の野菜炒めです。はい、野菜炒めというね、もうね全人類が知っている料理をね、ここであえてもう一回ねおさらいのように僕が紹介していくっていうね状況なんですけども、砂肝もめちゃくちゃカロリー低いんですよ。で僕ね、その前回のダイエットの時にあんまそれ知らなくて、まあその胸肉こそ正義なんじゃないかなと思ってたんですけども、砂肝もカロリー低いんかい。大好きなのに、その焼き鳥屋さんのね好きなものランキング、砂肝俺第1位だけど、こんな幸せなことあります？自分の好きなものランキング1位のものが、その自分の目的のためにめっちゃ必要だったっていう。めっちゃカロリー低くて、そのダイエットにいいらしいんで、炒め物に使っていこうと思います。キノコとズッキーニとキャベツともやしをね、一緒に炒めていきます。で、最後、まあね、これ、作り出した人は何かしらのその賞を受賞してると思うんですけども、柚子胡椒。ね、これを味付けに使おうかなと思います。売ってるやつ半分に切って切り込み3つぐらい入れてる砂肝 120g ですね。まあまあ大体で大丈夫です。これでさ113カロリーなんだって。うわー、もう砂肝大好きだからもうこれで嬉しいわ。しめじ、えのき、エリンギ、はい大体で大丈夫。はい、全部30ぐらいですね。1本丸ごと入れたって誰も怒らん。自分が良ければそれでいい。続くことが大事。でで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 でもやしね。余談なんですけど、もやしは業務用スーパーめっちゃ安い。キャベツ、まあもやしとねキャベツ100ぐらいですね。ね、ズッキーニは1本。わー、ちょっと蒸し焼きにします。うわーいいね。まず塩コショウ。はい、なんかね塩振るとね野菜から水分が出るんですよ。なんで、なんで体内に塩がたくさんあるとね水溜まるのに野菜は塩かけられたら水出る、人間もそうしてむくまないで一生。僕ちょっとこれすいません、光の中から申し訳ないんですけど、ちょっとね余談なんですけど、ダイエットもさ、その最初の頃ちょっと結果出始めるまでちょっと言いづらかったりするじゃん、やってること。なんかそのそんなことないんですよ。いやダイエットしてるあなたは素晴らしいと思いますし、一生懸命挑戦してる姿はもちろんいいことではあるし、自分磨きとして素晴らしいんですけど、嫌じゃない、なんかダイエットしてる感じを出しづらかったりするじゃないですか。でまあ僕とかはね、まあその一人ぼっちなんでいいんですけど、まあそういうのあるなって僕もやっぱ感じるんで、これとかだったらお弁当とかに持ってっても何の問題もないと思うんですよね。なんか美味しそう。今から作るやつも、居酒屋のなんかメニューみたいな、全然なんかお酒に合うから作ったわみたいな感じでいけんのかなみたいな。ちょっと彼氏と同棲しててダイエット一人だけですんのむずいみたいな人も、彼氏もこれ食わしとけばね、ハイボールあと口に突っ込んどけばいけるから、まあ、あとはその彼氏のだけカレーパウダーかけちゃうとかね。はい、柚子胡椒。柚子胡椒はお好みなんですけど、まあ大体大さじ1ぐらい。いや味よし香りよし。柚子胡椒、松茸と椎茸のハイブリッドかよ。完成。じゃーん、砂肝の野菜炒め。結構ゴロゴロ入ってるからね、この量でなんとカロリー202カロリーです。まあその前後すると思うけど、大体そのくらい200カロリー前後。その毎食全部カロリー制限したご飯にする必要ないから、まあ夜とかをねこういうのにするっていうのを、夜202カロリーめっちゃ低いよ。いただきます。まずちょっとじゃあ砂肝から。うわっ、うわめっちゃうまい。イメージで言うと、その結構席と席の間近いタイプの、そのガヤガヤした居酒屋さんで鉄板で出てくる砂肝の炒めたやつみたいな味付けです。でちょっとその味濃い方がいいよとかだったら、柚子胡椒を強くしたり、まあ、七味入れたりするとだいぶ味変できます。まあカロリーだいぶ抑えたいよとか値段抑えたい人はもやしの量を増やしたり。あー美味しいな。これ別にダイエットしてない人でもハイボールにも合うよ。いやー、キノコうまいんかい。キノコの食感とその砂肝の食感いい感じで食い合わないんかい。そこは独立してお互いを引き立て合わせることに成功するんかい。
はい、ということでちょっと3品目を紹介していこうと思います。3品目はですね、肉団子の入った、鍋です。いろいろやってみたんですけど、僕の中でこの肉団子が一番カロリー低くて美味しくて、まあ味変の仕方もいろいろあるなっていうのをね見つけたので紹介したいと思います。鶏胸肉と野源軟骨なんですけど、これをねちょっとブンブンチョッパーっていう機械でミンチにしていきます。鶏の胸肉のひき肉って売ってるじゃないですか。あれね皮も入ってるっぽいんですよ。で検索すると皮なしの胸肉のカロリーとひき肉にした時の胸肉のカロリーがなんかちょっと違うんで、どうやらその皮をつけた時のまま、ひき肉にしてるっぽいです。でひき肉の中に皮入ってるのと入ってないの味わからないじゃん、どうせだったら。そのブンブンチョッパーとかそのミキサーとか家にある人は胸肉大きい塊の状態でミンチにした方がカロリーは低いっぽいです。で食感のために野源軟骨で野源軟骨飽きたらタコとかまあそういう低カロリーのやつ入れてもいいし、イカとかね、うん、だからそのアレンジの仕方はいっぱいあるので、ちょっと今日は野源軟骨と胸肉をミンチにしてやっていこうと思います。このねブンブンチョッパーっていうね、ファンの人がね誕生日に送ってくれたやつなんですけど、これ使います。ここに、胸肉100ですね。これも40で、まあ、一応これねまとめてあるんですけど、きのこ、しめじとネギと人参と大葉、まあ、これ好きなの入れればいいです。要するにかさ増しですね。うん、そのたくさんに見せよう、うん、脳を騙そう。これ意識するのは背中の筋肉、ここですね、ここここ締める。適当に言いました。ミンチになったらこれをまあ自分の好きでいいんですけど団子状にしていきます。じゃじゃーん、めっちゃ増えたでしょ。うん、肉めっちゃ増えたと思わん？肉の錬金術師じゃん。錬金じゃないか、錬肉術師じゃん。うえ、いやこの水の量に対してこの肉の量よ。人口密度で考えたら東京だよ。白菜とネギとえのきね。熱いんかい。夏だからっていう理由で、めっちゃ人生にゆとりある人は昆布だしとか鰹節とかで出汁取ってやってください。でね、こうやって小指にねひき肉ついてたりしても気づかないぐらい余裕ない人はもうね、水でいいです。水で一回茹でて、で味ぼんで食えば一緒。うん、そんなに味覚すごくないでしょ。ミシュランを決めてる人じゃないんだから。まあこれ今普通に鍋みたいにしてますけど、全然生姜とか足したりしても美味しいですね。うん、どのね、照明の角度から喋ってんのって話なんですけど、別に今パーマ当ててるわけじゃないです。すごい、うちの鍋にもジャグジーついた。沸騰でした。すいません、間違えました間違えました。完成です。ポン酢ね、かけてもつけてもどっちもいいんですけど、完成しました。これ何杯でも食えます。これ鍋1杯で、237キロカロリーです。えぐない？うん、このでかさの鍋だよ。これが腹に入ることってある？うん、市販のひき肉とかその皮がついてる状態の油分があるやつで作った方が団子はそのくっつきやすいのかなと思います。でも多分そっちの方が油分が高くなっちゃうから、まあどうせねそのダイエット食作るんだったら、まあギュッて握って静かにねこう茹でるとか、ちょっとこう煮崩れないようにね気をつけながらやると、まあ肉団子っぽい形をキープするのかなと思います。まあ、どうしてもねこうかさ増しで野菜とか入れてるから煮崩れやすくなってるし、まあ、さっきみたいにねこう面白いこと言うことを優先してなんかジャグジーになりましたへーへーとかやってると煮崩れます。いただきます。うわー、おいしい。237カロリーだけど、まあ、全部は食べきんないんで、実質他のやつより僕の中では低カロリーなイメージですね。次の日の朝もねスープとしてね食べやすいんでめっちゃおすすめです。朝は卵で閉じたりもできるんでめっちゃ万能です、これ。温まるわ。4品目は、ロールキャベツを作っていこうと思います。ロールキャベツはね肉団子とねちょっと作り方かなり似てるので割愛しながら、どんどんいこうと思います。一回にねできる量がえげつないんで冷凍して取っといてもいいし、なんか、ロールキャベツインスタのストーリーに載せやすいなっていう、そのダイエットとか関係なく他のダイエット食に比べるとインスタに載せやすいランキング1。うん、まあ、これね結構会社の同僚にちょっとなんかアピリたいなみたいな、うん、ロールキャベツ作りすぎちゃったから冷凍しようかなとかね、ストーリーズでね。まあ次の日の女子トイレでそのねリップ直しながらの女子社員のね話題はそれになるでしょうね。なんか富永さんなんかロールキャベツ家に余ってたっぽいねみたいな、行く今度みたいな会話はまあ確実に生まれると思うんで、ちょっと作っていこうと思います。はい、もう途中までさっきと同じですね。まあ今回は鶏胸だけブンブンチョッパーに入れて、キャベツと玉ねぎと椎茸とえのき、ちょっと概要欄にグラム書いておきます。で全部入れたら
ができました。でこれをチンしたキャベツでね、包んでいきます。ここがめっちゃさ、なんか硬いじゃん、芯みたいなところ。ちょっとなんか薄くするといいかも。でまあ俵型っていうんですか、こうやってここに置いて、でこう一回転させて両サイドこうやって畳みます。洗濯物畳む時みたいな感じ。いや普段ちゃんと畳んでないのバレる。こんな感じできた。こんな感じ。これでもう一個包めちゃったって感じ。完成しました。ダイエット中にロールキャベツ5個食えるわけですよ。逆に食い切れないわっていうね。まあ一応このなんか爪楊枝のあたりが下になるようにこうやって並べてます。ほんで水、水大体なんですけど700とか800入れてます。でコンソメちゃんでぐらい煮立ってきたんで、しめじとエリンギ、もやし、大好きなズッキーニ、ちょっとじっくりめに煮込んでいきます。イエーイ。うわー美味しそう。塩コショウで味整えます。濃くした方がいいからね、結局ね、味はね。かなりかさ増しじゃない？この量やばい。左腕じゃ持てないよぐらいだから、大男が左腕じゃ持てないぐらいの量。完成。じゃかじゃかじゃーん。完成しました。まあ、一見緑ですけど中に肉大量に入ってるん でこれ今ここだけじゃなくて鍋にも、このだから要するにこれの2倍以上あります。で242カロリーです。まあ、前後すると思うんですけど240カロリーぐらい低ない？ 5 個も食えないじゃん。だから多分普通にこれで2食分ぐらいになると思うんですよ。で朝にもしこしても食べれるやつがねこう続きやすいし、朝もスープ感覚で食べれるロールキャベツとかはめっちゃおすすめです。肉のどこかぶりつきたいと思います。うまー！結局そのロールキャベツの外側のロールしてるキャベツから、ボロって出ちゃった二口目の肉だけの部分がうまいんかい。うまいな。結局肉料理です。いや、結構一個でボリューミーだけどな。いや、美味しいな。他のもね、食べたからっていうのもあって、めちゃくちゃお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ということでね、今日4品作らせていただいたんですけども、僕はこの程度です。はい、ダイエットね、見たら分かる通りね、まあ普通に女性のゲストが隣にいたら2倍の大きさがあります。ハーマイオニーの小さい声とハグリッドぐらいの大きさの差があるぐらい僕はまだ太ってますし、料理もみんなにちょっとでも上手に見えるようにね、一回カメラ止めてね、その段取り頭の中でそのイメージトレーニングして、先になんか材料切ってこう構想とかねってから始めるんですけど、この手際の悪さです。はい、なんかみんなの前で肉団子が肉ずれちゃったり、なんかその喋り優先して、なんかちょっと今のロールキャベツもぶっちゃけ味薄くて、なんかカメラ止めてる時に塩コショウ振ってたし、なんかその程度なんですけども、で一緒にやらん？まあなんか29歳にもなって自炊始めてダイエットするっていう方向に進んでった時に、まあ、7、8キロ痩せれたんで、みんなにちょっと共有してね、なんかこうもし一緒にねやってくれる人がいたらね嬉しいなと思って動画にしてみました。まあ今回は肉をメインに、まあ、野菜も使ってね、肉料理っていう感じで動画にしたんですけども、炭水化物食べてないのかとか、じゃあもう言ったな、じゃあそのカロリー低い肉しか食べてないんだなって言われたら、そんなこともないです。はい、食べてます。ただ3食のうちその寝る前のその夕飯っていうところをこうやって置き換えることで、まあちょっとだけ効果があったんじゃないかなと思います。コメントがなんか多かったりしたら、まあ麺料理とかもやってみようかなとか思ってます。まあダイエットしてる人もしてない人も、コメントしていただけたら嬉しいです。でまあちょっとトミビデオ特有のねその会話にはなってしまうと思うんですけども、お酒を飲む方についてなんですけども、お酒ってそのやっぱ体にあんま良くないじゃないですか。なんでその食事の方でバランスを取った方がいいと思うんで、別にダイエットじゃなくてお酒を飲む方にとってもこういう食事をとって、まあお酒はやめないっていうのも一つの選択肢なのかなと思います。ということでちょっと拙いながらダイエットも料理もそんなに、できてないですけども、なんかトミビデオを見てる方と一緒になんかできたらなと思って、動画にしてみました。はい、また好評だったらやります。ありがとうございました。